静岡市議会は台風15号の復旧費用などを盛り込んだ補正予算案を可決して閉会しました9月定例会では新型コロナや物価高騰対策を盛り込んだ9月では最大となる一般会計総額およそ95億円の補正予算案が提出されていました閉会日のきょう台風15号の復旧費用として 一般会計総額およそ105億円の予算案が上提され全会一致で可決しました9月補正全体では去年の3倍に当たる一般会計およそ241億8000万円となりました